の残月第三席の2三八とおりんが話していると久しぶりに藤川幸三郎が訪ねてきます用語解説箱や三味線などを持ち芸者に従っている男衆のこと三八どうもあれは驚いたね どうしてあのまあ落ち着いた方が腹なんざ切ったかと思うと不思議でならないんでげす。もっともお医者様に聞いてみると腹なんざ切るのは胃が悪いからだとおっしゃったがね胃が悪いところからのぼせてああいう間違いになるんだそうだがしてみるとうっかり大食いなんぞはできないと思うのでげすが。 あの旦那などはぬかるみへ片足を踏み込んだってどっこいしょっと片足を引き出してカタ,カタの足は泥に汚さねえというくらい落ち着いていらっしゃる方だそれがどうも腹を切るなんてえのはどうしても訳がわからねえんでげすこの間あそこを通ってみるともう乾物屋に変わっていましたが ああ、ここに旦那が店を出していらしたかと思うとあんまりいい心持ちじゃありませんでしたよ。おりん本当にまあおかわいそうにおかわいそうだけれどもあの方が小見を見受けする明後ってきっと来るよとおっしゃったもんだからこっちもすぐに。 箱やや何かの式瀬もしなければならないからわしがそれだけの借材をして買ってきておこわでもふかそうと思って支度をしたところがああいうわけになったからほんとにこっちはどんなに困ったかしれやしないよそうでございましょう実にああいう見え者でちょいと様子のいい方だけに どうしても無理な借金があったもんと見えて、たちまちに行けなくなっちまい。バタバタとつぶれたはひどいもんでげす。まことにお気の毒だね。ほんとにどうも。話をしているところへ、角口から。ごめんよ。みおちゃんはうちかえ。おりん。はい、どなたへ 「おたま行ってみなよ」言われておたまという仲働きの女が駆け出してきて「おやいらっしゃいましよくまあ」「まことにごぶさたをしましたちょいとおっかあがおいでなら」「あいにくみおちゃんはお座敷へ出ましたがおっかさんはいますよ」「あの」 なんでございますよ藤川さんが。おりん。藤川さんは、むやみと来るよ。お入れでないってえに、本当に悪いくせだよ。むやみに来て上へ上がって、散々お茶を飲んで、お菓子を食べて、そうしてご修にも置かずに、黙ってずーっと帰るような人で。風が悪いから、むやみにお入れでないよ。 この暮れの忙しい席、肌、師走の中へ、むやみな人を呼び込んでは困るよ。え何私がいると言ったなら仕方がない。お茶なんぞ入れなくってもいいよ。おせんべいか何か、うちにあるものを出しておき。おや、まあ藤川さん。忙しいもんですから、こんなにひっちらかってまして。 いやおっか誠、ま、にご無沙汰をしました。今日は少しお前に相談があってきたんだが実は駿府から親戚の者のが出てきてまあそういつまでも遊んでてはいかんから白物はこっちから送りつけてやるによって覇者屋でも始めたらよかろうって資本も少し与えてくれ。 それから、ようよう、万端、才覚がついたから、打ち明けたのさ。まあ、今までは、お前にも打ち明けにくいから、隠していたが、小宮ちゃんと拙者は、少し、訳があるのだ。誠に、すまない。3位へ、続く。